最近、ジャニーズが話題。いい話題じゃないことが多いけどな。でも私、ジャニーズ、詳しくないのよねー。うわぁ、急に冷静になるな。トキオとか嵐とかスマップとかしかよく知りません。じゃあ当然、昭和のジャニーズグループとかは知らないわけか。というわけで今日は、昭和のジャニーズグループを解説するぜ。いつものことながら導入が強引。まずは、初代ジャニーズだ。1962年4月に結成して、1967年12月31日に解散。大晦日に解散したのか、というかグループ名だったのか。現在はジャニーズといえば事務所のことだからな。だから初代って言い方をしてるのね。そう、便宜上初代ジャニーズと呼ぶことが結構多いんだよな。よし、メンバー紹介。いえいえ、どんどん。リーダー、前江宏美。リーダーなのか。二度改名して俳優やワイドショーの司会などでも活躍していたぜ。結構幅広く活動してたのね。元宝塚歌劇団54期生で声楽家のソプラノ歌手と結婚。音楽をする者同士惹かれ合うものがあったのかな。二人で個人事務所を設立し、1982年からタクシー運転手になった。なんか面白そうな人生を送ってるわね。2000年に心筋梗塞のため亡くなってしまった。あら、結構早くに。二人目は飯野宇佐美。渡辺プロに移籍してアメリカでダンスの修行をして、1972年に劇団四季に入ってミュージカル俳優になった。なんでさっきから解散後の足跡ばかりなんだ。3人目、中谷亮。渡辺プロに移籍してバンドを結成し、その後は大阪に出向いて、振付師の山田すぐるに身柄を預けて演奏活動をしていたぜ。この人も面白そうな人生だな。4人目は、青井輝彦。劇団四季の研究生として歌や演技を学び歌手や俳優として活動していた。俳優としても活動する人多いね。ジャニーズ事務所のタレントはそういう道を歩む人が多いよな。初代ジャニーズはジャニー喜多川のプロデュースでデビュー。いろいろな意味で話題になった人だね。芸能界デビューは NHK 総合の夫で会いましょうで、田辺康夫のバックを務めた時だ。そして歌って踊れるアイドルという当時としては珍しい存在として、業界で重宝されるようになっていった。当時は珍しかったのか。今でも歌って踊れるを大事にしているよね、ジャニーズは。1966年には涙くんさよならが発売されて大ヒットした。ここから人気が加速していくのかな。人気はこれ以前もあったがな。1965年には、第16回紅白歌合戦に出場したりしてたし、その後もいろいろな音楽番組などに出演して人気になり、その後のジャニーズ事務所の方針を定めるきっかけになったんだ。やっぱりさ、何でもそうだけど、初代っていうのは偉大だよね。2組目は、フォーリーブスだ。この人たちも人気だったのかな。大人気だったな。1967年に結成、翌年9月5日にレコードデビュー。結成からレコードデビューまで結構間が空くんだね。1978年8月31日に解散して、2002年から2009年の間に再結成して再度活動してたぜ。おお、再結成、当時のファンは嬉しかったろうね。1967年4月1日、初代ジャニーズの、太陽のあいつという曲のバックダンサーとして結成された。ああ、最初はバックダンサーか。もともとジャニーズの付き人だった北浩二と、3歳から子役で活躍していた江木俊夫、劇団若草出身でファッションモデルをしていた織茂正夫、同じく劇団若草出身の永田英二の4人組として結成されたぜ。いろいろな経歴の人が集まってるな。付き人からタレントって大出世だね。まあ付き人からタレントになるのは当時としては珍しくはない。確かに、付き人してたら業界の人と結構合うだろうし、案外合理的なのかもしれないわね。結成してしばらくはいわゆるジャニーズジュニアだった。1967年8月、第33回日劇ウエスタンカーニバルに初出演。この時に初めて、グループ名がフォーリーブスに決まったぜ。おお、フェス参加がきっかけか。名前の由来はジャニー喜多川が脚本を書いたミュージカル。いつかどこかでフォーリーブス物語から取ったらしい。どういう意味があるの?4つに分かれる、去る、出発するという意味だ。つまり、自動詞のリーブだな。グループ名としては不吉じゃない?だから仮定説としては4枚の葉というのが語られてるな。4つの葉の方がいいな。そしてレコードデビューも着々と人気を積み重ねていった。初期のジャニーズ事務所の代表的グループなのかな。まさにその通り、1970年にはブロマイドの売り上げが男性歌手部門1位になった。衰退期にあった御三家などに代わり新御三家が台頭するまでトップだったぜ。おお、トップアイドルに、すごいことだな。オリコン最高10位と大ヒット曲はあまりなかったんだがな。それでも地道にヒットを重ねていったんだろうね。あと、ミュージカルにも熱心だった。
特にプッシュされてたメンバーとかいる？全員がスターというポリシーのため、そういうことは特になかったぜ。メンバー全員が綺麗に振りを揃えたユニゾンを重視していたしな。誰か一人が人気というよりもグループとして人気だったんだ。全員がスターというよりも全員でスターという感じなんだね。いろいろな経歴の人がより集まり、交わり一つの星になったのか、素敵だ。3組目は、渋垣隊。あ、聞いたことはある？ここからは世代じゃなくても聞いたことはあるかもゾーンだな。1982年から1988年までグループで活動していたぜ。ふっくん、もっくん、やっくんだっけ？そうそう、深川俊和でふっくん、元木正宏でもっくん。やっくんは？薬丸ひろひででやっくんだ。イメージカラーはふっくんがイエロー、もっくんがレッド、やっくんがブルー。信号機カラー、覚えやすくていい？1981年4月放送開始の TBS ドラマ、2年 B 組千八先生に生徒役で出演していた3人で結成。おお、同じドラマに出演してたのか。その時はすでにジャニーズ事務所に所属していたしな。同じドラマに出演ということでグループ化しやすかったんだろう。だからか結成当初は千八トリオとか悪ガキトリオとか言われてた。ドラマのイメージが強かったんだな。1981年の夏に雑誌セブンティーンで一般公募が行われてな。その結果、渋ガキになったのか。由来は渋い悪ガキだぜ。悪ガキトリオの名残がある。しかも当初は渋ガキトリオだったしな。その後、渋ガキ隊になったのか。どうしてトリオじゃダメだったの？当時の芸能界は〇〇トリオというネーミングが多すぎてな。目立たせるために隊に改名したんだ。なるほど、〇〇トリオが流行ってたからなんだね。公募だから当然流行りに左右されたネーミングになったんだろうな。デビュー当時のキャッチフレーズは YMF 正面突破だった。ふむふむ、デビュー後すぐ人気だったの？結構すぐ人気だったな。デビュー年のレコード大賞で最優秀新人賞も受賞したし。おお、それはすごい。翌年以降もヒット曲をいくつも出してた。本当、その時の代表的な男性アイドルだったんだな。曲は、有名どころだとすし食いねえがあるな。こういうジャポニズム的な曲調が特徴のグループだ。ああ、その曲知ってる。今でもテレビ番組で使われがちよね。寿司を食うときは使われがちだな。私も寿司を食べるときはこの曲を思い出してしまうぜ。そういう戦略なんだろうな。うまいこと考えるもんだわ。ちなみに、誰が一番人気だったの？おいおいあれる質問をするなよ。客観的に見れば、もっくんじゃないか。赤色が一番人気か、イメージ通りだね。ただ、もっくんが一番人気派とやっくんが一番人気派がいるな。どちらも人気だったぜ。ふっくんは泣いていいと思います。4組目は、少年隊だ。1981年から活動してるな。少年隊は知ってる、東山紀之がいるグループだよね。東山紀之は平成でもドラマなどに結構出演していたよな。メンバー紹介、日記こと錦織和樹よ。イメージカラーはレッド、かっちゃんこと植草勝秀。イメージカラーはイエロー、東こと東山紀之。イメージカラーはブラック。アイドルで黒色って珍しい気がするわ。でもだからこそ個性なんだろうね。どういうグループだったの？ジャニーズジュニアで初期メンバーを結成活動を開始した。初期メンバー？さっき紹介した3人に加えて松原康之という人がいたんだ。抜けちゃったのか。ただ東が高校受験のため活動を一時休止してな。残り3人でバックダンサーとして活動していたんだ。受験はねえ、仕方がないよねえ。1982年に松原が3年 B 組関八先生に出演することが決まってな。グループとのスケジュールが合わなくなって脱退したんだ。なるほど、それで3人になったのね。そこに入れ替わるように東が受験を終えて復帰してきた。もともと故障が B チームだったが1982年にジャニーズ少年隊、その後に少年隊になった。少年隊ってどういう意味で付けられたものなんだろう。もともと、ジャニーズジュニアの総称だったんだぜ。つまり少年隊 B チームだったのが少年隊になったわけだな。総称だったものをグループ名に、すごい名前をもらった感じがするね。その名前の重みに潰れることなく、人気を積み上げていった。1986年には紅白に出場してそれ以降8年連続出場した。8年連続はすごいわ、かなりの人気だな。1987年にはブロマイドの年間売上成績が1位になった。1999年には少年隊初の看板番組少年隊夢が始まる。おお、看板番組まで。ブームが去った後も東は個人での活動が多かったし、解散はせずに個人活動などをしていた状態だったんだ。解散はしてないのか。
2020年に東以外の二人が事務所脱退を明らかにした。もうグループ活動はないのかな？予定はないと言ったが、グループとしての名前は残す。そして東は事務所に残るというスタンスを取ったぜ。なるほどね。事実上の解散ではあるけどって感じか。5組目は、光源氏だ。お、パラダイス銀座の人だ。その曲のイメージは確かに強いな。この曲なら知ってる、という人は平成世代にも多いよ。光源氏は1987年にデビューしたグループだ。ローラースケートパフォーマンスで一世を風靡したアイドルだな。そうそう、ローラースケート、あれのイメージ強いわ。当時の人気ぶりはすごく、社会現象になるほどだぜ。年上組の光が2人、年下組の源氏が5人。あ、そういう感じなんだ。当時、クラスの女子全員がメンバーの誰かのファンだった、という証言があるほどに人気だ。普通、芸能人やアイドルに興味ないという子が何人かいるのにね。そういう子たちをも取り込むほどの人気だったということだな。本当にすごい人気だったんだな。新曲を誰より早く覚えた人が偉いという風潮もあったな。うわ出た、曲覚えマウントだ。あの曲もう聞いた？私はもう覚えたからみたいな感じのな。よくあるやつね。デビュー曲のスターライトで突然人気が大爆発した。デビュー曲で大爆発はすごいわ。次に来たガラスの10代も大ヒット。ガラスの10代の情報をいち早く掴んだ人はみんな自慢してた。早く覚えた人も自慢してたわけね。ファンの中でも情報を手に入れられない子も当然いる。そういう子に男子が教えて、株を上げようとする光景もあった。お可愛らしい発想だこと。ただ、男子にも結構ファンがいたんだ。だから男子も女子も関係なく情報共有したりしてた場合もある。え、男子にも、男性でも男性アイドル好きになるものなのかな。好きになる人もいる。まあそれはそうか。ただ、バカにされてはいた。ん？この辺は時代なのかな。ファンを公言しているとアンチの男子にバカにされる。ただファンもアンチも大勢いたのはそれだけ無視できない存在だった。という証拠でもあると言えるだろう。まあ、完全に関心がなかったらアンチにもならないもんね。そして、ローラースケートも光源氏全盛期に流行したぜ。当然そうなるか。身近にあるファングッズみたいなものだしね。実質さ、ローラースケートが全国で飛ぶように売れたんだろうね。本当に飛ぶように売れてな、テレビでも話題になっていた。ローラースケートは女子だけ？いや、男子も結構興味を示して夢中になっていたぜ。ローラーで滑って走るというのはかっこいいからな。男子もそりゃ憧れるか。ただ、男子の間で一番流行ったのはバック転だな。ああ、光源氏ってかなりアクロバティックだもんね。バック転を真似ようと頑張る人が結構いたんだ。運動神経がいい子はかなりやってそう。体育館のマットで練習したり、体育の授業でマット運動があれば披露してみたりしてたわけだ。微笑ましい光景だな。パラダイス銀座では第30回レコード大賞を受賞したし、1988年のオリコン年間シングル売上1位から3位すべて光源氏。曲も売れに売れていたわけだ。メンバー人気もあり、ブームも起こし、曲も正当に評価されてる。今でもジャニーズに大きな影響を残したグループだぜ。6組目は、男組だ。これで男組って読むのか、どういうグループなんだろう。1985年結成、1988年にデビューした4人組アイドルだ。ふむふむ、4人組なのね。音楽ジャンルはなんとロックンロールだぜ。ロッケンロール。1984年12月末の雑誌マイアイドルの撮影にメンバーのうち3人が、初めて揃ってジャニーズジュニアとして参加していたんだ。成田昌司、高橋和也、岡本健一の3人だ。それでそれで？この3月号の市場でジュニアの中からさらに数名を集めて、バンドグループを結成する企画が発表されたんだぜ。1985年、この3名に対して東京という名前を社長が命名した。なるほど、元からバンドグループをジャニーズが作るという企画だったのか。それであと1人が加わったという流れなんだね。いや、最初は5人いたから、加わったのは2人だな。え、5人いたの？新たに遠藤直人と森谷次郎が加わった。そして5人で明治製菓のチョコの CM に出演したんだ。そして初オリジナル曲の誠惚れたぜが CM ソングに起用。おお、CM でデビューしたのか。その後東京男組と名乗るようになる。おお、結構名前が近づいた。そして補佐メンバーとして前田光陽が参加して、サポートの前田含む6名でグループ名を正式に男組に改めた。この名前は誰が考えたの？事務所の先輩である中村圭乃だ。先輩が考えたのか。社長から言う名前考えてくれない？とお願いされたらしい。本当にそういう喋りだったのかが私はすごく気になります。当時ジャニーズとしては珍しい人たちだったからか。
結構な話題と注目を呼んで人気になっていったわけだな。確かに珍しいよね。秋という曲が人気だったりする。シンプルなタイトルがいい曲感あるね。ただ、1993年6月30日付で活動休止に入ったんだ。高橋が事務所を解雇されたことで事務所と揉めたのが原因だそうだ。ああ、事務所と揉めちゃったのか。時事ネタにも重なってくるね。まあ写真週刊誌にドラッグ使用疑惑が掲載されていてな。事務所の掟として疑わしき派罰するというのがあったんだ。だから解雇通告と解散命令が下され、結果事実上の解散になってしまった。昔からこういうことがジャニーズではあったわけだな。アイドル版の新選組みたいだな。ここまで昭和の人気ジャニーズグループを紹介してきたが、ここからは個人の活動で人気だった人を3人紹介するぜ。誰と誰と誰か、なんとなくわかったわ。紹介しておかないとコメントで絶対言われる人たちだな。なんで入ってないんだ、と言われるやつ。一人目は、田原俊彦だ。トシちゃんと呼ばれてる人だね。霊夢でもさすがに知ってるか。貧しい母子家庭に育った彼は高校入学直後に事務所に履歴書を送る。随分思い切ったわね。姉妹たちの影響で芸能界に強く興味を抱いてたらしいからな。ただいつまでも返事がなかったから同年8月にいきなり事務所を訪問。直撃したの。そして社長の居場所を聞き本人に直談判して入門したんだぜ。まさかの直談判、業を煮やして正解だったのか。そうして厳しいレッスンと学業生活の両立をした。おお、かなりしんどい生活だ。そして高校卒業と同時に上京し芸能界に入ることになった。その後、歌と体操のお兄さんの代役で出演してテレビデビュー。代役としてデビューしたのか。1970年には金八先生にレギュラー出演した。これがきっかけで他の金トリオが生まれたぜ。他の金トリオって金八先生由来なんだ。ちょうど二人と共演してたからな。だけど、他の金トリオって全員ソロなんだよね確か。短期間だけグループ活動もしてたらしいけど。よく知ってるなぁ。変。音楽面ではトリオでもいち早く売れて、俳優としても結構大活躍。歌手としても俳優としても大人気で5年くらい1日も休みがなかったそうだ。ひえぇ、忙しすぎる。二人目は、近藤真彦だ。マッチの愛称でおなじみの人だね。1979年10月に金八先生でデビュー。同じく生徒役だった田原俊彦、野村義雄の3人で他の金トリオと呼ばれた。その後、1980年12月12日にスニーカーブルースでデビュー。1980年代を代表する男性ソロアイドルになるわけだ。本当に代表格の一人って感じよね。ヒット曲も多いしな。人気すぎてファンにより数々の親衛隊も誕生した。まあ事務所内では応援グループと呼ばれていて、親衛隊という呼び方は NG だったらしいがな。そこも社長の理念みたいなのが何かあったのかもしれないね。ステージ用の応援コールとかもいろいろ作られていたんだぜ。応援コールってこの頃からあったのか。面白いのはマッチの曲は当時でもちょっとダサかったことなんだ。ダサいのに成功したの？洗練された感じではなくちょいダサで可愛いイメージや親近感を持たせた。なるほど、確かにアイドルってそういうこともあるか。逆にいいって感じだったんだよな。逆張りオタクにも刺さりそう。人気すぎて逆張りにならなくなったけど。デビュー当時16歳だったこともちょいダサが受けた理由だろうな。ああ、なるほど、それは受けがいいわ。デビュー曲の作詞作曲者自体は人気の人で曲自体はベタだったがな。ベタなところにちょいダサを足してバランスが取れたんだろう。なるほどな。応援したい、と思わせるだけの強い力があったということだ。かっこいい、よりも応援したい、が強い感じなのかな。3人目は、郷ひろみだ。ある意味ではマッチとはまた対照的な人かもな。郷ひろみもジャニーズだったのか。1970年代の音楽シーンでは欠かせない存在でもあるぜ。事実上初デビューだったのは北海道のフォーリーブスのステージ。同じステージに立ってたのか。その時、レッツ郷ひろみという声援があってな。まさか芸名って。そう、ここから郷ひろみになった。そして大阪でファンクラブが発足。同時期、フォーリーブスの弟分として活躍していくようになったぜ。フォーリーブスとの縁によって売れた人という感じなのかな。1972年には大河ドラマの新平家物語に平常盛役で俳優デビュー。そしていろいろなドラマに出るようになり同年8月にソニー所属の歌手としてデビューしたんだ。ソニー所属なのか。同年9月にデビュー曲男の子女の子がオリコンベスト10に入る。11月にはレコ大新人賞を受賞。トントン拍子だ。1973年にはブロマイド年間売上実績ナンバーワンになったぜ。翌年にナンバーワンはすごい。
西条秀樹、野口五郎と一緒に慎吾さん家と呼ばれるようになった。一躍トップアイドルじゃん。マッチがちょい出さなら、郷ひろみはかっこよかった。かっこいいイメージは確かにあるわ。ディスコミュージックのようなジャンルの曲も多かったしな。一番有名なあの曲もそういうイメージの曲だよね。昔のジャニーズにもすごいアイドルが大勢いたんだな。というわけで、今回の話はここで終了とさせてもらうぜ。いろいろなアイドルがいて楽しかったわ。今回紹介したのは昭和のジャニーズでもトップクラスに人気な人たちだ。時代を作った人たちって感じだったね。今も昔もジャニーズは大人気。世代ごとにいろいろなイメージがあるだろう。昭和世代の人に少しでも刺されば私としては幸いだぜ。みんなは今回の話どう思った？よければチャンネル登録、評価、コメントもしてくれると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。